毛の汁を作ります。大根 30g、 人参 30g、 ごぼう 50g、 こんにゃく 50g、 油揚げ1枚、20回ほどブンブン引っ張ります。鍋に水 400cc、 ブンブンした具材、昆布だしの素小さじ1、わらび適量、高野豆腐1個、蓋をして煮ます。野菜に火が通ったら火を止めて、味噌 40g を溶かし入れ、再度火にかけ、ひと煮立ちさせたら完成です。